加藤神社は、熊本県熊本市の熊本城内にある神社である。正月三が日の参拝者数は年々増加しており、藤崎八辺宮に匹敵する人数となっている。加藤清正公を主催神とし、祭神に準じた大木献納公、勧進金冠公を廃止する。本殿元は、慶長16年の清正の没後に、清正を祀った清池廟であった。慶長19年、火災で焼失した本明寺が清七廟に移された。神仏分離により、明治元年、清七廟の儀式を神式で行うこととなり、同4年、清池廟、本明寺寄神社を分け、熊本城内に社殿を造営して金山神社とした。場所は大天守、小天守、宇土櫓に囲まれた平左衛門丸である。同年、大木献納と金冠を合祀した。同7年、熊本城内に熊本鎮台が置かれるのに伴い、城外の新堀町に遷座し、翌8年県車列閣、同10年2月、西南戦争により、社殿を焼失し、明治17年に再建した。明治42年に、金山神社から加藤神社に改称された。乃木希典も、加藤清正を信仰していたこともあり、各地に分霊を祀る加藤神社ができた。同44年には、ハワイに、大正3年には、日本統治下の朝鮮、慶城府に、当社の分霊を祀る加藤神社が創建された。加藤清正を祀る神社は一時90社を数えるが、一部例外を除き全国的に分布し、その約半分は熊本県にある。昭和27年、宗教法人、加藤神社となった。同37年、道路改修のため、熊本城内の現在地に遷座した。ありがとうございます。